はいどうも皆さんこんにちは、おいとしきです。今日はですねこちら NSX タイプ S 価格帯でいうと約3000万、日本限定30台しかないですよ。超希少車で、これをね今回女の子に乗ってもらおうかな、ドライバーとしてそのドライバーをご紹介したいと思います。はい、来てください。はい、さあすみれさんです。さあです、お願いします。タイプ S これ普通に街乗りできるだろうっていうことで今日は僕乗らないでさあちゃんにちょっと乗ってもらおうかなと思います。知ってますか、ペーパーですよ。ペーパーなのペーパーなの。はい、いやいや、けど運転免許持ってるでしょ。持ってます。いや、ペーパーだろうがなんだろうが免許は持ってるから大丈夫かなと思いますこれも心配実は心配実は心配だけどね。ちょっと、はい、鍵をね、はい、これも価値あるから持って帰ろう。これも壊さないように、はい、あ、分かりました。ってことで、はい、運転してください。よろしくお願いします。はい、お願いします。私まずこれ開け方が分かんないんですよ。ちょっといじっててこうなるのは分かったんですけど、 あれ開いてないじゃん。こうだった。合ってますか。なんか怖いなんか怖い。大丈夫、ちょっと開けてもらっていいですか。いや、その通りよ。合ってました。合ってる、合ってる。これで、うん、それでなんかダサくないですか。なんかスマートじゃないけど、ね、まあよしとしよう。室内はねこんな感じ。あ、やばいなこれ。うわ、引く。いや、まずエンジン。おお。待って動いた。おお。え、なんかこのまま走り出しそう。どこにボタンがあるっていうのはなんかわかるんですか、ね。それはね、ちょっとだね。低いですねこれ。え、やば。それで運転できそう。どういうこと。絶対足遠いよこれ。遠い。絶対足遠い。分かんない。遠いですか。遠いよ。どんくらい。うん、多分大丈夫ですか。うん、オッケー。運転しております。できました。はい、お、いい感じじゃない。大丈夫ですか。変じゃない。できる女風だよ。できる女風だね。今回の目的地、八景島シーパラダイス。今のこう出発地からだいたい 2,30 分の距離だと思う。高速は乗ります。料金所とかですらないでください。ってことで、あのね、初心者らしいから一応初心者マークをこれ用意しといたから、これを貼っていきます。はい、ね、はいはい、ありがとうございます。初心者マーク。初心者の NSX いますかね。いない。絶対にいない。初の女性になったんじゃない、多分。で、初めてする女になるんですよね。初めてする女。大丈夫、頑張ります。頑張ってください。はい、じゃあよろしくお願いします。行ってきます。はい、行ってきます。まずドライブボタンなんですね。ドライブボタン、これでもこれ走る。出てください。あー、怖い。あ、おー、いいよいいよ。ブレーキしっかり。あ、危ない。あ、来た。巻き込んじゃもう巻き込まない。いや、巻き込むかもしれない。まだ、あ、行け。ハンドル切れ。巻き込んじゃうこれ右ですね。もう切り遅れてます。さわし。危ない。マジ？危ない？これ。危ない。バック。もう怖いので。あ、危ない。ごめん。これでいいの？はい、右。ドライブに入れて右。なるほど。え、そんなんでやばいんですかこれ？とりあえずね、この場所から出るというところが大事なんで。やばい。あ、いい感じだよ。いい感じだよ。大丈夫よこれ。うん、ゆっくりって。大丈夫よ、本当に怖いよ。はい、ストップ。駐車券ありますか。パーキング入れていい。パーキング、はい、パーキング入れて、はい、うん、大丈夫。今ドライブモード入ってるけどドライブモード進んじゃう。いい、大丈夫。はい、 OK です。痛い怖いよえ、お金ありますか。はい、僕はお財布係。今日はね、男らしく。ありがとうございます。男らしくお金だけは出す。男らしく運転してくれていいんですよ。は
はい、よし、レッツゴー。ちょっと待って、ちょっと待ってブレーキ踏んで、はい、パーキング下ろして、おお、慣れてきてる。本当ですか、ま、曲がるタイミング、あ、これ右するやつか、うん、もう諦めた方がいいな。いやいや、諦めるな。出ていいの、うん、ゆっくり出て、すりそう。今みたいな時の今の車高結構ギリギリだったよ。あ、ゆっくり行かなきゃダメなんですか。そう、あそこの段差とかは、うんうん、こういう車は車高が低いから、うん、ゆっくり行かないと、うん、了解です。もっと言うとゆっくり行くかつ、はい、こう斜めに降りていかないとダメ。まっすぐ降りると大変なことになっちゃう。左です。遅っそ遅くない遅くない早い早い、はいはい、走行位置やばかったら言ってください。え、けどうまいね、普通に。本当ですか、うん、普通に運転できてると思う。もっとできないと思ってたもっとできないと思ってた意外とやできんだなって思う。でもさすが、さすがだね、やっぱ。こすったことありますよ、やっぱり。あの、あるんだ。これめっちゃ運転してますか、もうこの車自体。いや、タイプ S は俺もまだ運転したことない俺もまだ運転したことないのに、はい、さあちゃんが先に運転するってプロドライバーより早いんじゃない、むしろ多分、運転したことあるの、ちょっとたくまさんぐらいだ。え、そのレベルですか。そのレベルだと思う。ちょっとまた右寄ってるねなんでこんな右寄るの。右ちょっと寄り気味な。そうですね、振り気味だな。基本的にけど右寄っちゃう人はここのセンターあるじゃん、ハンドルのセンターが自分が見てる目線の真ん中ぐらいがちょうどこの車道の真ん中ぐらいに、その思い切って行くぐらいの方がいい。あんまりここを普通に自分的に真ん中走ってんなみたいな、自分の位置が真ん中だなみたいな。自分が真ん中、そうで走ると左寄り。ちなみにこのタイプ S パドルシフトできるから、はい、ありますね。そう、これもやったことある？ないです。パドルはあのグランツーリスモぐらい。グランツーリスモ本当に触ったのそれだけ。リアルパドルシフト。今だとでもオートマで勝手に合わせてくれてるんですよね。そう。この NSX のタイプ S は基本的に勝手にやってくれる、自動で。一番いい位置でアップしてくれるし、ダウンもしてくれる。私気づいてないんですよ、2回もパドルいらねえじゃんもったいないですね、この車乗ってんの。アップ。え、アップ？そんなことするの？今4速です。はい、ダウンあ、でもこれそういいかも。普通のマニュアルで全然いつも難しいかな、うん、ダウン。マニュアルだとこう左片手運転になるから。そうそう、はい、湾岸線入ります。左です、左です、これ左です。あれね、相当後ろ詰まってますねこの NSX、どんだけ遅い NSX こんなに安全運転してる NSX いないですよね。安全運転ってむしろ遅すぎて安全運転になってない。基本法定速度安定だ、はい、あ、ちょっと待って、 ETC、はい、ETC です。何巻来ました、 ETC。 え、待って待って、ゆっくり来よ。ゆっくり。え、大丈夫、うん、本当に左、もうちょい左。本当に、はい、いけたー、いけたよー、いけたこれ今日終わったもん、当然今日の一番の難関クリア、うん、私駐車しないもんあ、やばい違う、合流だよ。合流、来ました。ある程度のスピードを維持しつつ、はい、右、はい、右見てください。大丈夫大丈夫、オッケー。これできた、終わった、今日もう大丈夫、仕事アップやめて。澤さんちょっとギアを引っ張りがちなので。何引っ張るって？回転をね、うん、こう言ったら今3000回転ぐらいなんだけど、はい、
まあ、街乗りだったら2000回転とか2500回転ぐらいで多分この車いいので、はい、だからもう一つアップしてもいいぐらい。こう？あ、そうそうそう。ただ今4なんですね。そう。の方が静かでしょ？確かに全然違う。そう。静かだし、こうアクセル踏んだ時にこうダルになってくれるから、あんまりこうグワグワってさ加速が強くなりすぎないから。頑張らなくてもいいです。そう。普通のマニュアル車だったら6速とかまでが基本だけど、はい、6速に上げちゃえばあとはもうそのままで左私一回6速入れようとして4速入っちゃったことあって、あそれエンジン壊れるやつエンジンブローしちゃうやつ、ね、でもそこから高速で5速以上入れようとするのやめたんですよ。もうそれはダメだね。間違えたって言ってクラッチずっと踏みっぱにしちゃって、うん、スーンっていくんですよね。すっごい怖かったんだけど。あれは結構覚悟しましたね。え、クラッチはずっと踏んじゃってた。そうです、離せなかった。離せなかった、うん、あの離したら止まっちゃうと思って車どうしようってとっさにやったけど、だってそれエンジンブレーキ効かないからめちゃめちゃ進んだでしょ。進みました。止まんなかったでしょ。うん、どうやって生き延びたかもあんま覚えてないですね、うん、なんかもうそのままもうスーッて行ってパーキング入って、うん、バンって降りて怖っ運転の技量を磨かないといけないですね。安全運転で進んでおります。すいません下道ぐらいの速度だった。下道ぐらいのかっこいいな。なんかサワスミレ、なんかサワスミレがかっこよく今までどう見えてましたか、逆に今までヘニャチョコのポンコツに見えてました。あ、土屋さんに恥ずかしい思いをされてお嫁に行けないって言ってた記憶はそれ知ってる。お嫁に行けなくなったサワスミレは知ってる。お嫁に行けなくなったからかっこいい車を乗り回すようになったらしい。一人で生きていけるように生きていけるようにね、はい今、はい、この前の車との距離感あるでしょ、はい、あの車、前にいる車あたりを、うん、車いなくてもあそこら辺を見るイメージ、うん、そこ見てたでしょ、さっきまで。うん、そこ見てましたじゃなくて、ずっとあそこら辺の遠いところに目線を置いておく。何がいいんですか、そうすると。そうすると、なんとなくさ、前の車もさ、車線に対してさ、あ、こう曲がってんなっていうの分かるじゃん。それに沿って曲がればいいし、どれぐらいのカーブだなっていうのを先に予知しておくっていうのがすごく大事だから。近く見てれば見てるほど、いろんな標識とか、たまに割り込んできたりする時もあるじゃん。だからそういうのに対応できない。急に目の前にバッて車が来たみたいな感覚になるから。先を見とくってのがすごい大事で、先見てるようにするとさ、シートをさ結構深く座るようになってくるじゃん私いつもこうなっちゃうんですよ。前のめりになっちゃうでしょ。そう、ハンドルに寄っかかるぐらいになっちゃうから。それ結構それ女子多い。多いですよね。多いんだよね。でそれなんでって言ったら下見たいじゃん、これとかも。あ、そうです。これとかもタイプ S 全然下見えないから、下見たいってなるから、どうしてもこう前って体なっちゃうんだけど、前ばっか見てるといろんなこう今もさ、はい、同じ車線に来た車とかが気づけないんだよね、うん、あと前の車がブレーキしたっていう時に反応できない、急ブレーキかけたとか、もうそろそろ信号赤になっててこう止まらなきゃいけないなみたいなのが気づくのが遅れちゃうから、できる限りフロントガラスの真ん中あたりをぐらい見るイメージで見るのがすごく大事でさ、シートもしっかりこう寄ってちゃんとステアリング持ってれば、実は結構自分でブレだったのね。うん、そう思ってました。揺れんなって自分が揺れんなって思ったでしょ。自分が揺れるなって感じるってことは、助手席の人なんてハンドルさ、うん、持ってないわけだから体だけすごい揺られんの。運転してる人はハンドル持ってるから、まあ揺られてもそんなに、ね、そんなに揺れないんだけど、うん、助手席にいる人はもう酔っちゃうみたいになっちゃう。じゃあこっちの方が全然スマートに。そうそうそう、乗ってる人にもいいんですね。そうそうそう、しかも乗り方もかっこいいし。かっこいいですか。ちゃんとシートに寄りかかれてる方が
余裕あるように見えますもんね、うん、これだけで。今本当にベストポジション、こうやって乗れてたら車、女性が乗ってる姿としてかっこいいよ。こなれてるなって思います。こなれてる、うん、こなれてる風だよ今。いや下降りたくないっすね、もう二度と下。もうぼちぼち降ります。はい。下降りてすぐですか？結構ちょっとある、ちょっとだけある、ちょっとだけ。 OK、 頑張ろう。さあ隅では、いける？これちょっと見えない。すげえ今高度な技をしようやろうとしたけど、すごいまっすぐ、これまっすぐまっすぐ、okay、マジで焦った今。今俺しないとっていう気持ちもう、ね、今の焦り具合やばかった。直接伝えたい。おアップを覚えた。今言おうあ、うるさいことに気づいた。結構ね、やっぱどうしてもハンドルクイックに、うんうん、やっちゃう、やっちゃうでしょう。こういうとこでも透明見てた方がいいですか？そう、透明見てた方がいい。 OK です。こういうのも俯瞰、周辺視野で流れる景色みたいな感じで見てると、やってるといいね。初めて路上出た時ぐらい緊張した。まあ、それタイプいいっすよね。運転したら誰でも緊張するわおゆさんでもしますか？多少は。多少するわ。よかった。むしろさわちゃんより緊張しちゃってるかも、心は。メンタル強いよね。誰が？さわちゃんが。いや、弱いですよ。これ乗るって、こんな普通に乗ること自体多分できない。じゃあ結構、この車って聞いてから寝れない夜過ごしましたよ。寝れないよ私大丈夫かなって本当に泣きそうになってたんですよ。そう、左？いや、まっすぐ、うん、私断ろうかなってずっと言ってました。断ろうか、もう断れないかなってちなみに、今ブレーキずっと踏んでるじゃん、このブレーキホールドを押すとどういう話してみる？どうすればいいのこれ。いや、ほら、え、嘘、すごくないこれすごくない？めちゃくちゃ便利じゃない勝手にこれホンダ車基本操縦表装備、基本ね、最近のホンダ車めちゃくちゃ便利だ。知らなかったでしょ。え、アクセル踏めばもうそれでいいんだ。だからブレーキ止まるじゃん、はい、信号待ちの時にずっとブレーキしてなくていい。え、めっちゃ便利。さあちゃんのあと課題ポイントは切り遅れですね。あ、それすごい言われます。切り遅れがすごい、曲がるとき、内側は削りたくないから。あ、よくわかりましたねまさか運転から心理がわかる。運転からだいたいどこが怖いんだろうなはだいたいわかる。あ、わかるんだ。なんかやだ、恥ずかしいな。それ車幅があんま分かってないんだよね。いや、本当にそれです。最初立ってもらって車幅見たけど、それでもこうやって運転してると結構わかんなくなっちゃう。わかんなくなる。実際座ってみるとね、なんかぶつけてやっとわかるんだろうなって。ぶつけて、あ、ここがあ、ここダメ、ここダメだったんだみたいな。ちょっと切り遅れすぎてるから、ちょっと速くてもいいかもしれない。一気にハンドルをグワッて切るっていうのをなくして、最初に切ったハンドルから固定の状態で曲がり切れるみたいな曲がり方をちょっと練習してみるといいと思う。そんなに安全運転というかスマートなドライブ意識されてると思ってなかった。普段はスマートな運転だよ。わかんない、攻めてるイメージが行動はさ、まあ、行動の中でもそのけどスマートに運転するってことは、結構実際レースの速く走るっていうことにも、スマートに運転できる人は速く走れるようにもなると思う。運転が上手い人っていうのは逆に結構雑な運転しちゃうみたいな、遅いとか速いじゃなくて雑な運転をしちゃう人はそもそも車の運転上手くないし、車のことを分かってないから速く走れない。愛ですね。これ上に取り合うのめっちゃ怖くないですか？え取り合うか気づいちゃって怖いなと思って。タイプ S だから分かること。確かにだったのかな。いいね、ドライブ、そんなのに気づける。ドライブだったら絶対言わないもん、デートだったら。え、あのデートだったら取りあるよとか言わない？言わないよ。いやいや、絶対言うでしょ。言っちゃうか。それは俺がデートだ相手ではないという遠回しに振られた。遠回しに振られました今。
まあ、とりあえず今八景島のねシーパラダイスが早朝すぎて空いてなかったので、今逆に近場のねアウトレットに来ております。うわすごい、何ここ。おえでっか、これ船売ってるんですか。船売ってる、買いましょうよ。買いましょう私がね1日で船舶取ってくるんで、今度やりましょう。じゃあ船バージョン、船俺が初心者だわじゃあグリさん呼んで教えてもらいましょう。グリさんね船持ってますから、ね、やっぱ僕も船買えるぐらいにならないといけないってことをこの女から言われましたこの女って言わないでください。この女から、はい、あ、気遅れてる。え、気遅れてる。あ、忘れてた駐車場にね、これからこの車を入れたいと思います。あ、出ました、駐車券を受け取る。これいける？いける？もうちょい左。さわ。駐車券を取るの。なんかダサいな。まあもうちょっと本当はね寄せれた方がいいけど、まあ初めての MSX はこんな感じでしょう。あ、これ2階はちょっとダメだね。1階だね。2階登れないんですか？こいつ。いや、登れるけどちょっと危ない、結構危ない。こういう坂でもするんですか？そうそう、まあ結局、まあこれくらいだったらギリ大丈夫かな、まあ、すごいスピードで行っちゃうと、うん、ガガッと行く、ガガッと行っちゃうから、まあけどそれだけね、車高低いっていうのがロマンですよロマンなんだ。あ、いいっすね、ここめっちゃ空いてない？ここ、そこめっちゃ空いてるんだね。初めての駐車。本当に駐車無理なのよ。こうでこうじゃないですか。こう？いけてる？いけてない。ねえ待ってね。ねえなんか言ってください。コツ。ちょっとまっすぐ。ちょいまっすぐ。まっすぐ？まっすぐ行って。前？前行って。はい。ごめんなさい。あ、一番右じゃない。一番右じゃない。ゆっくりゆっくりちょっと行って。なんでね、バックモニター見すぎでしょえ、こんな見ないの、ごめんなさい、うん、え、どこ見るの、こっち。そうそうそう、そっちのミラー。一回じゃ無理よね。いや、一回でいけるよ。え、本当ですか、うん、はい、はい、まっすぐ、うん、あ、もうちょ、もうちょい切って、一回でいけるけど、失敗やばいね、ちょっと左、ちょい左、左、うん、まっすぐ、で、前ルキ、はい、すぐ、うん、めっちゃ曲がってない、はい、はい、あ、ブレーキ、はいもうちょっとだけ、ちょっとだけね、はい、オッケー、初めての駐車完成結局目的地はアウトレットになりました。いっぱい買ってもらおう、船買いましょうね。船たかられてますたかりって言わないでたかりはやばいです。はい、あ、怖かった、生きて帰れた割とちゃんと入ってない、めっちゃ綺麗に入ってます割と入ちゃんと入ってるじゃん、びっくりした、結構めっちゃ綺麗、いや教える人がない。はい、ということで、本来は八景島シーパラの予定でしたが早朝だったため空いてなかったということでアウトレットパーティーに来ました。で結果的にね駐車もできたし綺麗でしたよね。いや、びっくりした、できてた、ね、できてましたよね、びっくりしました私も、後から確認したらあ、うん、ダメだったなっていうオチかなと思ったらまさかのできちゃってるっていう、教える先生がすごい上手でした ね、 あね、まあそれもあるそれもある、それもあるということで総評85点。え、結構高い結構高め、ありがとうございます85点、ありがとうございます。ね、俺結構辛口なのに、え、嬉しい。いや普通スタッフとかにはめちゃくちゃね、スタッフねスタッフのねお湯スタッフね運転下手なやつ多すぎるみんな2点ぐらいなんですか嘘でしょ、みんなね10点20点ぐらいだね本当にペーパーとは思えないいい走りでしたまあ、もうちょっとねスピードがねちょっと遅い時に遅いしちょっと速いなっていう思うところもちょっとあったんで、そこら辺を安定させれればもうちょっといいのと、
切り遅れが多かったからそれを直せればいいかなって感じです、はい、うん、そうやって教えてもらうことなかったから人にめっちゃためになりました、まあ、ね、そう教習所でこれやっちゃダメだよぐらいのことしか教わんないから、うん、こういうとこダメなんだなって改めて思ったのと、教え方が優しくて上手でしたそう、女性には優しいかもしれない。優しくてびっくりしました。もっとなんか嫌な感じで教えてくれたすごい、ね、上からな感じでね、厳しいのかな。普段男にはそうしてるいやいや女の子には優しい老いとしきでした、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、で終わる予定なんですけど、85点って結構高めだったじゃないですか。緊急企画ってことで、おやった、はい、10万円分買ってみたのやつですか。はい、ただ買っても面白くないから、さわ、うん、ちゃんからあざとかわいいアピールをして、こういう図式がニヤッとしたらねえ、それ絶対しないですから。あざとかわいいを3回やってくれるんですね。ねえ、絶対しないの。あざとかわいいってできるの。やったことない図式どこがいいと思う , , , , 笑っちゃうからダメだってマジで